すみません、市役所の市長。どう市長、そうですね。で、よろしくお願いします。候補者に関してなんですけども、その住民投票のための住民投票ですね、まあ、それの署名活動を始めていくということだったんですけども、まあ、市としてその辺、いつ頃からどのような形で進めていくのかというのは話は進んでらっしゃるんでしょうか。だから今、話をしてます。いつ具体的にいつぐらいから始めるというのは。いや、それはもう話をしてるんですから、はい。住民者を集めるところから始まると思うんですけども、それにあたってはその維新が主体になっていくのか、それとも別の団体が主体になって維新がサポートしていくかと思うんですか。維新は主体になりません。それは選挙運動との混同というか、そこを誤解を与えないように、選挙に関して署名を集めるのはこれはもう公職選挙法違反になりますから、これは選挙に関しにならないようにですね、維新が主体にならないように、これはしっかり線引きしなければいけません。もう主体となる団体というのは目処がついていらっしゃいますか。今話してます。あと政令指定市のその直接請求です。名古屋の事例がありますけれども、ああいったものは参考にしてますか。あ、してます。その上でその時期的には統一選挙前に間に合うという目算は出られていらっしゃいますか。今話してます。よろしいですか。